はいどうも、テラクタリー、テラコスタでございます。今回はですね、日常英会話、道案内シリーズ、パート2をやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、道を案内する上でですね、まず覚えてほしいのが、まっすぐ行ってください。一番簡単ですね、まっすぐ行けばありますよということで、go straight ahead っていうふうに覚えていただければと思います。go straight だけでも通じるんですけれども、 あのー、場合によってはですね、バ、え、カ、ー、正直なあ、というようなイメージになりますので、でそういう意味合いをですね、避けたいんであれば、ahead っていうのをつけていただければと思います。このまま、まっすぐ、えー、先へ行ってくださいというようなイメージですね。go straight ahead、えー、このフレーズを覚えていただければ、まっすぐに行ってくださいというような意味になります。で右に曲がってください。turn right 左に曲がってください。ターンレフトですね。はい。ライトっていうのとレストというところですね。右左。で、ターンっていうのが曲がってということですね。はい。これ、プリーズつけないでくださいね。あの、日本人プリーズ病というものがありますけども、プリーズっていうと、もしよろしければみたいな形になりますので、意味がちょっとよ,よくわかんないと言いますかえ、もしよかったら右に曲がってもらえれば見つかると思いますみたいな、あのー、 ちょっと日本語的にもおかしいですよね。もしよろしければ、右に曲がってもらえれば見えると思います。ねえー、普通に曲がってくださいよっていうような形で、命令形っていう、ね、形にはなりますけれども、turn right, turn left というふうにはですね、あの右に曲がってくださいというようなニュアンスになりますので、ぜひ、えー、命令形だからということで、p l e a s e とかね、えー、ということは使わ,ば使わないようにしていただければと思います。あとは、 そこを通り過ぎたらすぐにありますよっていうようなイメージの go past。ねえー、これを覚えていただければと思います。go past。通り過ぎてくださいというところですね。あと、日本語的な感覚で言うと、まあ、何丁目の角をみたいな。 ああ、イメージですけども、まあ、英語で言うならば、アメリカ的に言うならば、ブロックで覚えてください、えー。2ブロック先をですね、左に曲がってください。3ブロック先をですね、右に左に曲がってください。右に曲がってください。みたいないうような形で,ですね。その住宅のお一塊のことをブロックっていうふうに言いますので、ぜひ覚えていただければと思います。あとはですね、えー、突き当たりというようなあものですね。End the road.End the road. End of the road. ちょっと早く言うと、end of the road っていうとですね、えー、突き当たりというふうに聞こえます。end of the road がですね、end of the road っていうふうにです、ね、聞こえますので、えーまあ、ちょっとですね、あのー、交互的な言い方あのニュアンスではちょっと聞き取りづらいかなと思いますけど、end of the road っいうふうに言えばあ、なんとなく通じます。はい。あとですね、i s across from ですね、えー、向かい側。 えー、ここではなくて対岸、対岸と言いますから道路を挟んで向こう側ですよと、えー、いう場合には、is across from というフレーズを使ってくださいというところですね。あとはですね、えー、交差点、インターセクション、インターセクトという動詞があるんですけども、それは交差するという意味なんですけども、そのションですね、名詞バージョン、インターセクションというとですね、交差点という意味になりますので、このですね、えー、言葉、 End of the n of Lords across from is i i c っていうふうにですね、覚えていただければと思いますので、この動画がためになったという方は高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。